広島高等市範学校。広島高等市範学校は、1902年、明治35年4月に、広島県広島市に設置された、管理の中等学校男子教員養成機関。略称は、広島講師。広島高等市範学校長、付属中学校主事、付属小学校主児、1941年、昭和16年4月1日以降は、 付属国民学校主事。開校当初の校地、付属学校を含むは、広島市大座、国体寺村、現在の同市中区東千田町であり、同じ校地内に隣接する、広島文理科大学本館の築造、1931年から1933年を経て、基本的には、申請以降まで継承された。しかし1945年8月の、 原爆被災による、校舎全開、全焼に伴い、高市本校は、広島県加茂郡のみお村、現、東広島市の旧海軍運営生学校、のみのお校舎、付属中学校は、広島県加茂郡原村、現、東広島市の旧陸軍南部商社、付属国民学校、小学校は、豊田郡大城村、現、竹原市の分離科大学臨海教育場にそれぞれ、疎開し、 授業を再開した。1947年、昭和22年8月に、飲みのおかり校舎が火災で消失したことで、同年10月には、講子本校は、広島市内、手塩町の旧陸軍被服市長において一部の授業を行うようになり、翌1948年、昭和23年3月には、手塩町校舎に統合された。校舎が、 RC 作りであったため比較的物的被害が小さかった皇室付属賞国民学校は1946年昭和21年5月に東仙田町の現校地に最も早く復帰。付属中は鴨郡群最上町吉地実証学校への一時移転。1946年昭和21年3月を経て同様に東仙田町校地に復帰した。 東仙田町高地は、新生広島大学に継承され、大学本部並びに、政経学部、文学部、理学部、教育学部が設置された。この際、高地の全面的な再開発が行われ、かつて高知の校舎が立地していた区域を横断し、正門から、理学部本館、旧、広島文理科大学本館に至る通称、森と道路が、キャンパスの中央通りとして建設され、 左右にフェニックスの並木が植えられ、この通りに沿って各学部の新校舎が建設された。この結果、焼け残った付属商工車及びかつての分離大本館であった理学部一号館を除いてヤンパスの様相は一新され、かつての孔子時代の高知の面影はなくなった。これに加え1961年にはキャンパスの北側を通り若干カーブして南大橋に抜ける、 広島市道駅前、吉島線が開通しため、キャンパスの一部が削られ道路用地に転用された。1964年の高知交換によって、南町の旧広島高等学校高知から、教養部、後総合科学部が東千田キャンパスに転し、代わりに、東千田町の付属小学校、中学校、高等学校は南高知に転した。この結果、 鉄筋建ての旧、付属小校舎が理学部の校舎に転用されたほか、廃線直後に急増された木造の旧付属中、高校校舎は一部が広大のサークルムに及び、生協、学生食堂な学生構成施設として1995年、平成7年の方、経済学部移転完了まで利用された。その後、かつての本部キャンパス、東千田町高地は、ごく一部が、 広島大学の東仙田キャンパスとして、専門職大学院、学部の夜間コース、放送大学のための施設に転用された以外は、キャンパスとしては廃止され、前期の旧理学部1号館を除きすべての施設は、解体、撤去された。その後地は1997年以降、東仙田公園として整備、広島大学東仙田キャンパスを参照のことされ、 かつて講師が校地として使用していた区域には、広島ガーデンガーデンロースタワー、ドーサウスタワーアーバス、東千田などが立地している、2014年現在。東千田キャンパス内には、少子会により、広島高等師範学校、広島文理科大学校、起こりよしゆきち石しが、混流、1979年8月されている。旧、校舎の現状については、 広島陸軍被服市長の現状を参照されたい。新生意工事の付属小学校校舎は、1938年3月、東千田高地内に竣工した RC 作り3階建ての建造物で、当時の工事の施設としては、数少ない非木造の建物であった。設計者、施工者は不明。原爆被災時には、爆心地から1 3トルの位置にあって、直後に、 爆風で窓枠が曲がるなどの被害を受けたが、建物自体に大きな損壊はなく、外形も保たれていた。ところが、大破全壊した周囲の木造校舎から、火の手が上がり風に煽られたため鉄筋コンクリートの校舎にも延焼し、焼夷弾攻撃に備え校舎内に収納されていた蔵書などに燃え移り数日まで火災が続いた。 戦後の応急修理を経て1946年5月には、付属小学校がこの校舎に復帰し、新学生の施行に伴って、広島大学教育学部付属小学校となったが、1964年、同校が緑町の広大付属中、高校の高地、南高地へ統合移転されると、代わって広大理学部が教室、研究室として使用した。 しかしこの校舎は1991年9月に理学部が東広島キャンパスに移転した後、1996年3月に解体された。1945年昭和20年8月6日の原爆投下により、爆心地より約 1.3km の位置にあった広島校舎及び同付属中学校の校舎、寄宿舎などの木造を2階建て建築は一瞬にして倒壊。 その後の火災によって全てを消失した。唯一の RC 作り建築であった付属国民学校校舎も先日の通りこの火災の延焼で内部は全焼し外形をとどめるのみという状態になった。原爆被災時、広島校舎は大部分の教職員が工場などに勤労動員されていたため校内に残っていたのは学校警備にあたる教職員、生徒、 健康上の理由で、勤労動員に出席できない者を呼ば国人、留学生と付属中学校の科学学級、4年の生徒のみであった。原爆炸裂により、原爆による死亡者は即死、または数ヶ月以内に死亡した者だけで教職員が19名、高市生徒が19名、府中生徒が15名、付属国民学校児童が13名で、計66名であり、 市内の教育機関の中でも比較的少なかったのは付属学校が集団疎開していたことや大部分の人々の動員先が広島市中心部でなかったことによる。なお、当時講師教授であった森滝一郎、戦後被弾協理事長は動員先の市内エヴァの工場で負傷、右目を失った。新広島大学移行後の1972年3月には、 広島大学原爆死没者慰霊行事委員会が発足して、広島講師を含む広島大の旧世包括校の原爆犠牲者の慰霊事業が行われることとなり、その主要事業として1974年8月、広島大学原爆死没者追悼の日が混流された。この石踏みは、広大本部が東広島キャンパスに移転した後も、東千田キャンパス内、戦術の 発祥の地しぶみの金に残され、大学関係者によって、毎年慰霊式典が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。